ウェザーニュース入門道場です。明日へのドドン。はい、今日はですねこちらお天気アラームをご紹介していきます。の前にね、自分の今日は道着を着て気合を入れてね入門道場をしていきたいと思います。昨日ね予告しておいたので今日は持ってきました。さあ、お天気アラームなんですけれども、現在地連動型地点指定のアラーム2つありますので、こちらぜひアラーム雨雲などもね使っていただきたいと思います。パラパラとした雨など、はい、皆さん条件を変えることもできるんです。地点指定のアラーム3地点まで登録することができますので、ぜひお使いください。あとはですね、履歴って見たことありますか？こちらお天気アラームの履歴、通知が届くんですけれども、そこね、あ、消えてしまったという場合もありますよね。開いていきまして、実際にこちら履歴を確認するとどんな通知が来たのか確認することができるので、ぜひぜひお使いください。はい、というわけで今日は入門道場、はい、お天気アラームご紹介していきました。気合が入りましたね。皆さんもぜひお使いください。おっす。はい。あ、おっす。そうそう、先ほどはねあのドンという太鼓の音と合わせてウェザーニュース入門道場をお届けしましたけれども、スタジオにねこの自分の道着を持ってくるのは初めてですね。実際に私が剣道で着ていた道着なので、いっぱいこの私の汗が吸い込まれてる。あの、実はですねこの道着、まあ、白と紺を持ってるんですけれど、中があのメッシュ素材なんですよ。そう、すごくね開発された道着で、あのよく暑い夏の時期ってもう道場もこもってしまうんですよね、熱が。で、汗も全然吸収しないしということで、そんな拡大してもらって恥ずかしい。そう、メッシュ素材なのですごくね汗を吸い取ってくれるんですよ。夏もね快適に、快適にではないけど、なんかこうね稽古をするときにやっぱり違いますね。もうこればっかり夏は着てましたね。そう、思い出の道着ですよ。はい、今ねもしこう武道されている方は、今きっといろんなタイプのこう道着、袴もあると思うので、こう夏のね素材をこ うまく使っていただいて、他のスポーツもそうですよね、きっとランニングウェアもそうですし、え、何ですか道着、道着、あ、そんなにないですよ。重そうに見える？あ、意外と軽いんですよ。意外とねちょっと分厚いトレーナーぐらいの重さ、うん、小巻って書いてます。はい、ここ刺繍で小巻って作ってもらいました。うん、これはもう大事な大事な道着ですね。はい、これからまたね登場することがあるかわからないですけれども、はい、皆さんにもコーナー楽しんで見ていただきたいですね。足内はまだ持ってきてないですね、スタジオには。いつか持ってきて素振りしたいですね、うん、照明器具を壊さない程度に。ね、じゃないとここねスタジオ暗くなっちゃうから、うん、いいよって言われたらやりますけどね、うん、はい。さあ、そんなお話はさておき、ここからはですね、しない持ってやったら怖い？え、いいじゃないですか、しない持って天気予報だぞ、おい。気合入りますよね。明日の天気はおい、カツカツ晴れるんだぞってね、剣道天気いいじゃないですか、素振りしながら、明日は雨って、明日は晴れ後曇りね、え、いろんなことができそうですね。さてさて、そんなことはしませんよ、そんなことは冗談ですよ。はい、冗談はさておきということで、ここからはですねしっかりとお天気見ていきましょう。